エビボイス、エビオエビガールズ。9月のフルスイング、早いですね。もうなんと2010年も始まって9ヶ月経ちました。皆さん元気でしょうか？MC の加藤です。じゃあということで、今日はなんとここは名古屋に来ています。アグリー、今日はイベントに来ているんですけども、オープニングをクワトレイトってやっております。今日はですね、なんとゲストを2組迎えております。かなり豪華なので、皆さん10分間ね、見逃さずに最後まで見てください。そんな感じで中見てくださいよ。フルスイング考えます。イエイ。スプラ TV by フルテンレコード。ゲストのコーナーということで、なんとですね、今日は名古屋に来ているということで、僕たちの旧友であり、戦友であり、親友であり、ドラマーのゆうきくんをゲストに迎えます。イエイ。久しぶり。久しぶり。元気？ネット TV ですよ。緊張する。こんなアンダーグラウンドのことしかしてないから。カムカム。どうですか、名古屋の生活は？いやーね、出ないね。僕家から全然。多分今日で名古屋の市内に来たのが6回目ぐらい。マジで？なんかでもね、久しぶりにこうユキと会うと、こうギラギラした感じからなんかこうシュッとこうね、やさ男に変わってきてるらしいから。ロケも撮ったし。もっとギラギラしていこう。そうギラギラ、本当にね。頼みますよ、はい、2010年ももう9月ですから、はい、あとユータ3ヶ月で2010年終わりますわ。どうします、年内目標。年内ライブはしたい。ほう、今頑張って地下活動してるから。なるほど、その時は一緒にしよう。いいね、ぜひ。いいね。それはあれだ、ね、ブログかなんかに金額が見える。そうだね、ブログで。ゆうきのブログ、ここに出てますから。ディッシュプラスハンマー。ディッシュプラスハンマー、ぜひチェックしてください。お願いします。で、まあまあ2011年ももうすぐですよ。はい。で、フルスイングももう気づきはもう約1年ぐらいやってますから。うんうん。ラブチーズで出た。イライラ。あ、そっか。そうだ、あの時はギラギラしてたんじゃないか。してたね。ちょっとね。ヤンキーだもんね。まあ2011年ちょっとまあ何かこう目標があれば、最後こう。そうね。読者じゃないの。視聴者の、はい、じゃあライブをするんで、絶対にするんで見に来てください。ぜひ。ゆうきでもね、キングアウトちょこちょこ名古屋僕が来ますから、フルスイングで。じゃあ最後何かありましたらどうぞ。はい、ゲッツ。全然ゆうき関係ない。スプラ TV by フルテンレコード。はい、ということで、フルスイング9月号の第2弾ゲストはですね、キーウィズ小佐伯若芽さんです。よろしくお願いします。多いですね、ちょっとすいませんが、フルスイングの読者、視聴者にちょっと名前をそらっとお願いします。パートとコントラルのアップです。MC のデラリョートです。どうも、クリチです。ベースのヤスです。北ゆうちです。 DJ のマルです。はい、ということで、なんとチェリーブロッサムのヤスさんの新しいテーマプロデュースしてるというか、かかってるバンドをゲストに迎えてるんですけども、名古屋、あなたといったらあなたたちのホームグラウンドじゃないですか。はい、今日イベントだったばっかりなんですけど、すごいイベントでした。ぜひあのこの番組はですね、関西のドロップ、ビジョン、ボイス、リーパーというライブハウスを提携している、はい、グループの番組なので、はい、ぜひ大阪でもイベントやってほしいなと思います。そんなフリそういう番組でございます。はい、大阪呼んでください。呼んでください。あ、どうですか、バンド。楽しい。バンドは楽しいです。嫌な人がいませんか。みんななんか女の子っぽいです。ひよわ。いや、こういうのとお姉バンドなんで。なんかね、あのデラリョータ君を初めて会ったわけですよ。はい、こうテレビのイメージだと結構割とこうごっつい感じで、あで、ちょっと俺ホストですみたいな、チャラい感じ。すごいいい少年でですね。思った以上に幼くて、いい子。腰の低さは名古屋でした。でも今日名古屋っつって会ってましたね。さすがという感じですが、どうですか、新しいバンドの音源、そしてまた来年の展望などを教えていただけると嬉しいんですけど。来年はとりあえずリリース、リリース、リリースでいこうと思うんで、リリースします。そんなにトン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 。はい、でも年内にも何かあるんですよね。
年内はまだいろいろ言えないです。言うとあれだけど、でも言えないです。なに、お前の方が本当に。でもね、皆さん、これ9月オンエアなので、実はうちらの企画しないがもう告知会になる。おー、あ、なるほど。言っちゃいましょうか。11月19日に、はい、カズッペ率いるアグリインクラリティと一緒に、そうですね、ヒルズパン工場でライブします。お世話になります。みんなでパンを焼きます。えっとですね、これは僕らの所属しますフルテンレコードプレゼンツのイベントで、ヤスアトコのバンドとうちらバンド、そしていろんなバンドで、透明版回るというイベントを3日間連続でやりますので、ぜひ皆さんこのスケジュールここに載ってますので、ぜひ遊びに行ってほしいなと思います。すみません、10分しかないんですよ、この番組。なので、最後短いですけども、皆さん聞いていただいて、視聴者の皆さんにメッセージをいただければ。私はチーズケーキが好きでーす。よろしくお願いします。スプラ TV by フルテンレコード。始まるよということで、9月のフルスイングもラストでございます。はい、ありますよ。早いですね。早いもんで、はい、1回だけのワンマンの目的じゃないですか。もうすぐですね。もう早いもんでね、ほんまにここに出れると思いますけど、9月の12日北堀へ以上。そして第2部がクラブジャンコ。2部の1日2回のワンマンします。はい、全部これ見てる人は遊びに来てください。よろしくお願いします。こんな感じで、今日の9月のゲストは、はい、俺らの勇気、そしてキービー、ソサエソサエマークが迎えました。じゃあまた10月お会いしましょう。バイバーイ。スズメの真珠本当流れちゃう。